国鉄5500系蒸気機関車5500型は1893年から1898年にかけてイギリスのベイヤーピーコック社で製造され輸入された蒸気機関車である。5500系の形式図、明治時代を代表する旅客列車用蒸気機関車の一つであり、日本鉄道の主力機関車だった。関節鉄道や総武鉄道、 東武鉄道でも同系機が使用された。ピーコック車製のテンダー機、略してピテンと呼ばれる一連の蒸気機関車の代表格である。日本鉄道及び総武鉄道の同系機は、1906年に制定された鉄道国有法により、間接鉄道に移管され、1909年の鉄道員が制定した車両形式称号規定により、5500型となった。 両数は、関節鉄道が6両、日本鉄道が60両、総武鉄道が6両の、計72両である。これ以外に、東武鉄道でも、1899年の伊勢崎、先進機開業に際して、独自に同系機を輸入しており、後日の関節鉄道からの譲り受け機を加えて、長く使用された。1929年から翌年にかけて、10両が、 タンク機関車に改造され B10 型となっている。間接鉄道では1896年にニールソン車製の6両、日本鉄道では1893年に同じくニールソン車製を5両及び1898年にシャープスチュアート車製を6両を輸入しており、本校では両形式についても取り扱う。間接鉄道ではピーコック車製と ニールソン車制を合わせて12両の導入にとどまり、以降の増備は、動輪直径が 152mm、大きい6200系列となったが、日本鉄道では標準型として、実に60両もの大増備を行っている。車軸配置4から4から0で2気筒端式の、飽和式テンダー機関車で、動輪直径は 1372mm である。 本形式に先行する 5300K 系列では、第2動輪が、運転台の直前、過失の横に置かれていたが、本形式では、動輪の軸距を伸ばして、運転台の直下に置き、過失を第一動輪と、第2動輪の間に配した安定感のある姿となった。その意味では、1882年ベイヤー、ピーコック車製の2バイト型タンク機関車のリファイン版と、言える。 ランボードの全部が斜めに跳ね上がり、シリンダーがそれに沿う形で斜めに取り付けられているのも、先行角形式と同様である。また、名盤は、第一道輪スプラッシャーの装飾を兼ねた線形の大きなものが取り付けられており、機関車のスタイルに対して特に意を配ったとされる、ベイやピーコック車の姿勢を垣間見ることができる。テンダーは三軸固定式である。 5500型と5630型は別会社の製造であるが非常に似ており、機関車後部とテンダー全部の寸法の違い、主台枠、テンダー大枠の形状の違いのほかに、運転台前面窓の形状が5500型は四角形、5630型は丸型で、ランボードの斜め部分の立ち上がり位置が5500型では第一動輪のスプラッシャーと、 砂箱の少し前であるのに対し、5630型では、第一動輪の全部あたりとなっている。また、ロッド類の断面が5500型では、I 型であるのに対し、5630型では、平型で、動輪に取り付けられた、バランスウェイトの形状も5500型が線形で、あるのに対して5630型では、三日月型であるなど細部では異なっている点がある。 日本鉄道199540東部、鉄道5号の名板関節鉄道の5500型は、東海道線の増強用として、米やピーコック車に6両を発注したもので、製造番号は3597から3602であった。関節鉄道での形式番号は、計画時は、形式 AF であったが、 組み立て完了までに番号が142から147に改められた。落成後は、東海道線中部の静岡機関庫などに配置されたが、後に142から144,146は、大海並線でも使用された。1898年には、ニールソン社製の5630型とともに、D6 型に改められた。日本鉄道では、 1894年に同系機を PBT に4型として12両を輸入した。こちらはボイラーの仕様が関節鉄道のものと若干異なり整備重量も重かった。日本鉄道では1897年に36両、1898年に12両を増備したが、1898年製の三次車は、 第一道林のスプラッシャー前方の砂箱を大型化している。日本鉄道所属者の製造番号及び番号は次の通りである。東武鉄道では1898年製の重量を輸入し B1 型とした。これらは日本鉄道のものと使用寸法は同一であったが、使用圧力が9 8キログラム平方センチメートルと、 関節鉄道や日本鉄道のものよりも低かった。翌年、東武鉄道は、伊勢崎千北、千住、区機間を開業したが、遺園の建設は、資金難のため困難となってしまった。重量ものテンダー機関車の保有が重荷となった東武鉄道は、1897年に、本所、長子間が全通したものの、タンク機関車ばかりを保有していた。 総武鉄道に本形式を譲渡することとした。両者には共通の重役もいたため、譲渡話は順調に進み、1899年に4両1901年に2両の計6両が譲渡され、総武鉄道の16から21に改版された。1906年に交付された鉄道国有法により、日本鉄道と総武鉄道は毎週国有化され、 両社に所属した66両が間接鉄道に編入された。これを受けて1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定により、間接鉄道の D6 系及び旧日本鉄道の PBT2、4型、急走部鉄道の16から21は5500、合と定められ、 関節鉄道の6両が5500から5505、旧日本鉄道の60両が5506の5565、旧総武鉄道の6両が5566から5571に改められた。関節鉄道の5500から5505は、この頃には北陸線に移っており、中部鉄道局に所属していた。その後は西部鉄道局に移り、 山陰線の豊岡や米子に配置されたが、1921年6月に東京鉄道局に転じている。旧日本鉄道、総武鉄道の66両は高崎線、東北線、総武線の主力として使用されたが、一部は蒸気圧力を 12.2kg 平方センチメートルに上げて、気筒直径を縮小し、大武線に転用された。また、 新越線北部及び上越線に転用されたものもあり、1923年6月の仙台鉄道局ニーツ運輸事務所管内には5539から5552の14両が配置されていたと記録されている。総武線へは、国有カゴに5500型が増備され、やがて、暴走線でも使用された。 1923年9月1日に発生した関東大震災では、実に給料の5500系、5528、5530、5560、5564、5567、5569、5557、5558が被災しているが、幸いにも廃車は発生していない。1925年に、 仙台鉄道局配置の3両が東武鉄道2乗とされ、1929年及び1930年には12両が廃車となり、10両は B10K2 バイト1タンク機関車に改造された。1933年6月現在で東京鉄道局に36両、仙台鉄道局に11両の四4 7両が配置されていたが、 東京鉄道局配属車のうち17両は旧車で、稼働車は全て入れ替え専用であった。東京鉄道局では1935年3月までに、先の旧車17両に2両を加えた19両が廃車となった。仙台鉄道局の11両は、越後線で使用されていたが、1939年までに6250型に置き換えられ、 5539、5540、5543、5545、5547 55を残して廃車された。このうち、5531万5551は、東武鉄道に5542は、三井三池公務所に5552は、須津鉄道に5560は、日本相田、手塩工業所に譲渡された。 太平洋戦争後の1947年1月には5546が三義鉄道に5548が名古屋鉄道に譲渡された。この頃には22両が飯田町、横浜、甲津で入れ替え専用で使用されている。1952年10月17日、鉄道開業80周年記念行事の一つとして東横浜潮止め館に 上記列車、汽笛一線号が運転されることとなり、その牽引を5500型が務めることになった。当時横浜機関区に在籍していた5500系7両のうち最も状態の良かった5571に5501のナンバープレートを取り付けて運転したが、これらも1955年9月に廃車され、5500型は施設局に5508、 5540、5543、5553 55の4両を残すのみとなった。1961年に翌年の鉄道開業90周年を記念して開設されることとなった大梅鉄道公園での保存機として5540が選ばれ、残りの3両は解体された。これをもって国鉄の5500型はすべて姿を消した。 ベイやピーコック製の本形式は80年もの間使用されながらも糸とピストンの摩耗がほとんどなく検査時にも糸のプッシングの必要が全くなかったという。後年国鉄研究所ではその材質を分析したがリンの含有量が少し多いという以外金属の材質からはその理由が全く解明できなかったという。前説で述べたように 5500系の国鉄から、私鉄への譲渡機は、計10両で、東武鉄道に5両が譲渡されたほか、ス津鉄道、三井三池公務所、日本相田、弟子を工業所、三義鉄道、名古屋鉄道に各1両が譲渡されている。三井三池公務所の5542は、同系の三井や私別鉄道に再譲渡されている。三義鉄道では、 5546が1948年11月に竣工し、国鉄時代の形式番号のまま、主に富田駅の入れ替え用として使用された。同期はディーゼル機関車の導入に伴い、1952年11月に廃車解体された。名古屋鉄道に譲渡された5548は、1948年10月に竣工し、 国鉄時代の形式番号のまま使用された。同期は名古屋鉄道唯一のテンダー機関車である。貨物列車の牽引に使用されたが、1960年6月に廃車となった。東武鉄道5号前述のように、東武鉄道は伊勢崎千北千塾機関の新規開業用として、1898年に十量の5500系の同系車、B1 型を輸入したが、 1899年及び1901年に、計6両を総武鉄道に譲渡し、4両のみを継続して使用した。しかし、1907年8月に、亀戸足利間の開通に伴い、残った4両だけでは、不足をきたすこととなってしまった。そのため、東武鉄道では、同年、ピーコック車から、同型の製造番号5089万5090を輸入し、 14、15に、改版とした。その後、国鉄から5両の同契機を譲り受けし、東武鉄道では54の56、59、58と改版して使用した。これにより、東武鉄道プロパーの6両を合わせて、計11両の B1 型が東武鉄道で使用されることとなったが、これらは1945年に3が自己廃車となった以外は、 1959年から1963年に、至るまで車線内の貨物列車建員に使用された。廃車は、4が1959年、55、59が1960年、56が1962年、8、54が1963年、58が1964年、5、6が1965年である。 最後まで残った5.6が、東部鉄道創業時の機関車として、東部関連施設で保存、展示された後、1989年に開設された、東部博物館に保存、展示されている。小港鉄道で保存されている B104B10 型は、当時続々と開業していたローカル専用のタンク、機関車の需要を満たすため、5500型を2倍と1型。 タンク機関車に改造したもので、1929年から1930年にかけて重量が改造された。同様の改造は、対象時代後期から5500型と同時期の2バイト型テンダー機関車を対象に継続して行われており、B10 型はその最後の形式である。B10 系以外では5300型を改造した960系。 6350型を改造した線形、6200系及び6270型を改造した1 7 0型がある。B10 系の新旧番号の対象は次の通りである。形態的には、側水槽を左右側面に新設し、運転台後方に重輪を一軸追加してタンクを設けた。側水槽は右側が前方上面を斜めに切り落とした五角形。 左側が右側よりやや長さの短い四角形で形態が異なっていた。これは当時取り付けが進められていた空気ブレーキ用の空気圧縮機や空気タンクの取り付けスペースを確保するためである。この改造により運転整備重量は48.43トン、軸重は13.24トンに増加し、使用線区はおのずと限られることとなったが後に申請される。 C11 系統の近代型タンク機関車へのつなぎとしての役割は十分果たした。B10 型は全車が東京鉄道局に配置され、総武線や房総線で使用されたが、その後、B102、6から10が横浜線に転じ、B101、3、5は大井工場の入れ替え用に、B104 は旧車となった。1938年から私鉄などへの譲渡が、 始まり、同年に B109 と B1010 がラサ工業に、1943年に B106 が東洋不島に、B104 が陸軍千葉兵吉祥に譲渡されている。陸軍に譲渡された B104 は終戦後千葉機関区に留置されていたが、1946年に小港鉄道に貸し渡しされ、1949年正式に譲渡された。 同期は1952年に廃車されたが、その後も解体されることなく、五位機関区に保管されている。国鉄に残ったものは1950年までに全廃されている。主要諸言鉄道作業局175本形式は、1893年に英国にいる村社で五両が製造され、日本鉄道に納入された。 関節鉄道5500系の同系機で、同社では NBT に4型と称した。1906年の日本鉄道国有化により、関節鉄道に席を移した。1896年には、関節鉄道向けに6両が製造され、当初の形式は5500型と同じ AF 型に、不満された。鉄道作業局でも、同形式の D6 型に分類されたが、 1909年に制定された鉄道院の形式称号規定では、旧日本鉄道所属機と合わせて形式が分けられ、5630型となった。4月から5月にかけて使用を開始。主に東海道線東部及び東北線北部で使用されたが、後に北陸線に移り、1925年の5月から11月にかけて全機が廃車となった。 保存されたもの、私鉄に譲渡されたものはない。日本鉄道、s s b t に、4型東武鉄道の B4 型蒸気機関車の4十五機、東武鉄道4十五本形式は、1898年に英国シャープスチュアート社で6両が製造され、日本鉄道に納入された、間接鉄道5500系の同系機で、同社では、s s b t に、4型と称した。 1906年の日本鉄道国有化により、間接鉄道に席を移し、1909年に制定された鉄道員の形式称号規定では、5650型に改められた。携帯的には、PBT に4型3次車とほぼ同等で、大型の砂箱を装備しているが、第一動輪スプラッシャーの飾り枠がなく、シンプルな外観となっている。主に、 東北線、常磐線、高崎線など、旧日本鉄道管内で使用され、最後は、仙台鉄道局管内の2逸に集められた。1922年に前期が、東武鉄道に譲渡されて、同社の B4 型に改められ、35、38は1959年、36は1962年、37は1965年、39、 40は1966年まで貨物列車の牽引に使用された。国鉄で廃車となった5540が東京都大梅市の大梅鉄道公園に生態保存されているほか、東武鉄道の5と6が墨田区の東武博物館に生態保存されている。このうち5は製造時の姿に復元された上、東武鉄道記念物に指定されて屋内に6は 廃車時の状態で屋外の SL スクエアに展示されている。ここについては、走行部が稼働状態に整備されており、定期的に汽笛の水面や車輪を回転させての実演が行われている。小港鉄道 B104 全面また5507を改造した B104 が、千葉県市原市の小港鉄道機関区に生体保存されており、 1980年2月22日、付で、小港鉄道1号2号蒸気機関車とともに、千葉県の有形文化財に指定されている。5650型については、東武鉄道で最後まで使用された産両が、保存されている。40が、埼玉県南埼玉郡宮城町役場前に、39が、一旦、豊島区の昭和鉄道高等学校に保存された後に2002年に、 三義鉄道に、譲渡されて、三重県稲部市の貨物鉄道博物館に、また37は、千葉県内の個人にそれぞれ生体保存されている。国鉄80年記念、ロマンスカーナンバー21.23合併号、112から113ページ三色テープ、万国記で装飾された機関車と横浜市内の、小中学生300人を乗せた。 客車4両で東横浜貨物駅を発車。新鶴未草車場を見学とある1952年10月17日朝日新聞入館。同じ鉄道開業80周年で復活した吉爪合同用ベルをつけて登場した。機関区の発案でベルを探して取り付けたのだという。山崎清、ミキスト企業出版社。1962年、鉄道局年報。 明治29年度、ありがとうございます。